ナでレオくんです。キリッとしてますね。うわーかっこいい。あとすごく大きいですよね。大きいです。失礼させていただきます。こんにちはレオくん。レオくん、レオくんは堂々としてるね。レオくん調子悪い。調子悪いです。あれレオくんどうしたんですか。内臓系の疾患、でちょっとね年明けから先生のところにお世話になりっぱいです。どうしたんですか。やっぱり年齢。おいくつ。12歳。12歳、どんな感じなんですか調子悪いっていうのは。もう食べなかったりとか。それは心配ですね。で散歩も行かなかったり、っていうんで。これは心配。どうしたんかなレオ君。レオ君どうしたんかな。僕が帰りたいです。帰りたいね。じゃあお家ではどんな様子なんですか。お家はもう外で飼ってて、で、まあ、元気のいい時はなんかいろいろとごぞごぞしてるんですけど、しんどかったらもう全く友達が来ても動かない。そうなんや。検査的にはどういう診断なんですか。まあ、内臓疾患からくる、なんかいろいろと。それ心配やな。レオ君とはどこで出会ったんですか。まあ、この子は、主人が知り合いから譲り受けたような感じではあるんですけど。何歳の時に。もう生まれてすぐくらいです。さぞかし可愛いでしょうね。可愛かったですね。大きくなったら大きくなったでまた可愛いですよね。そうなんですよね。チャームポイントはどこですかレオ君の。チャームポイントは、あの目ですね。目、うわ確かに後ろから見たらなんか可愛いですね。うなじも、可愛い。目で何か物語ること。そうそうです、そうです。どんなことを。僕おりこご飯ちょうだい。やつちょうだい。大好物は何ですか。もうね本当は多分ダメなんですけど、みかんですね。みかん。さすが愛媛の子。そうですね。かわいい。ちょっと前よりかも元気なんですか。ちょっとね、ご飯もちょっと食べるようになったから、あ14.24、はい、そうですね。顔は少ししっかりしてますね。顔はそうなんですよ、しっかりはしてるんですけど、薬を散歩終わってからあげようと思ったら、散歩を途中で嫌がる。もう暗くなっちゃいますね。フラットにさ、行こうとしない。もうそういった元気がない、最初から。もう一回と血液検査させてもらって、数値がどうなってるかですね、まあ、それによってですけども、まあ、ステロイドでも効くのは間違いないですね。ですね、後ろ足から採血しますので、どうぞ。こんにちは。はい、ケーブルテレビの取材で。よろしくお願いします。はい、どうぞ。あら、かわいらしい。かわいい。かわいい。
ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。を持つお子様へ、ケローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるケローグループ。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。